オムニノーバマルチライダーを使用した初代赤バス車両赤バスは大阪市交通局がかつて運行していた大阪市のコミュニティバスである車両は小型ノンステップバスが使用されていた名称は車体の赤い色に由来しており公募によって決定された一般の大型バス路線ではカバーしきれない各区内の住宅地と病院、商店街、鉄道駅 区役所などの公共施設をきめ細かく結ぶ地域密着型公共交通サービスとして2000年5月20日に試験的に5路線での運行を開始し2002年1月27日に21路線で本格的な運行を開始した以降は路線数の増減もあったが乗客数が伸び悩んでいたこと多額の赤字を出していたことなどから2013年3月31日で 運行を終了した。磯村隆文市長時代に運行開始。当初より2010年までは大阪市と大阪市交通労働組合の共同出資により設立された大阪運輸振興に全系統を運行委託していた。その後、2010年3月28日のダイヤ改正により高野営業所も一部系統を担当することになったため、同営業所を委託していた南海バスに、 赤バスの担当路線も委託された。2012年4月時点で29路線が運行され、小型車ゆえに、通常のバスでは走行困難であった地区への路線開設には一定の成果を上げていた。ただし運行時間帯が短く、通勤に使いにくいことや、待ち時間を考えると、徒歩移動の方が早いケースもあるため、利便性が高いとは言えない部分もあった。その後、 都心部の路線を中心に減便傾向が続き、経路変更もたびたび行われた。2008年3月30日には赤バス発の路線廃止があり、中央区を運行していた中央ループが廃止された。また、同年6月1日には西ループも廃止された。大阪市交通局は赤バスが市営バスの赤字体質の一因となっているとして、 赤バスを2010年度末までに全廃する意向を2009年3月に打ち出した。しかし実際には平松国雄市長の下で2010年度から2011年度を利用促進への取り組みの時期とし、区民説明会や地域調整協議会などを経て2011年10月に路線を一部再編した。その上で翌2012年3月にかけて需要検証を行い、 同年度末に路線の抜本的再編を行う提案もあったが、同年度末で全路線を廃止することも検討していた。2011年12月に橋本徹が大阪市長に就任した後は、2012年9月21日に正式に26路線を同年度末で廃止し、残り3路線は利用者が多いため1年間運行を延長する方針が示された。 この三路線は、西淡路区役所が十一号十一英号系統に、長吉長原西売り割西が、デトバスターミナルを境に、長吉長原西方面が十六号系統、売り割西方面が六十六号系統に、天王寺ループが六十八号系統の一般系統となったが、このうち六十八号系統は二千十四年三月三十一日の運行を最後に廃止され、 66号系統も2014年4月1日より14号系統と統合され廃止となった。廃止となる一部の区では、独自に民間事業者に委託して、コミュニティバスを1年間運行したが、一部のコミュニティバスは2014年3月31日で廃止された。運賃は100円均一で、大阪市営バスの一般の路線バスと同じく後払いとなっていた。また、 スルッと関西カードの印字は一般路線バスの印字とは異なり代行バスと表示されていた。これは一般路線バスと赤バスの乗り継ぎの際に運賃割引きがあるためどちらのバスに乗車したのかを判別するためであった。2011年秋まで制定されていた大阪市交通局のキャラクターレインボーファミリーには赤バスのキャラクターもあり名前は赤バスちゃんだった。 国土交通省の2003年の調査によれば、2001年末時点での、収支率は10%以下と低く、また2002年7月時点での全路線の1便あたり、乗客数は16.1人、便、2002年度も、経費20.4億円に対し収益4.8億円弱と、事業性は低いが、計画当初から収益を上げる路線として、 位置づけていないための損益でもあり、さらなる利用促進を図ることが望まれると評価された。2009年度の平均乗客密度見込みは、わずか4.0人と乗用車並みにとどまり、廃止が検討される要因になった。運行は、鳥島、墨の江、板科の、長吉、鶴町の各営業所で担当した。過去には古市営業所も2010年3月27日まで担当した。 以下は、運行業務の担当営業所で分類している。災害乗車定員は、座席と立席を合わせて25人で、中型自動車、第2種免許で運転できるが、乗務員は、大阪運輸振興の路線業務も担当するため、大型二種免許を所持していた。運行開始時の2000年時点では、国産小型ノンステップバスが発売されていなかったため、 輸入車を採用した三菱不装エアロミディ ME が発売されている。初代専用車はスウェーデンのオムニノーバテクノロジー車製造の小型ノンステップバスであるマルチライダーを採用した。赤バスでの導入以降、マルチライダーは日本全国各地のコミュニティバスで導入された。2000年の運行開始に備え、マルチライダー20台を導入。 2002年の路線拡充時に50台を追加導入した。1台あたり約2000万円を投じて導入した特殊仕様であるが、国産車で使用していない部品を使用していたことと、特殊仕様であるため故障も多く、約5年半で352件発生した。その結果、維持管理費も国産バスの2倍ほど割高となった。その後、オムニのーバ社が倒産したなどの事情により、 2005年の第3次路線拡充の際には、フリフラットノンステップではないメルセデスベンツ T1N をベースとしたミニバスを13台導入した。これらの車両については除籍後に売却されたり、港営業所跡地などに疎開留置されていた。このうち T1N は除籍後、故障が判明して、出品を取り消した1台を除き、ヤフオク。 が主催した大阪市の観光庁ネットオークション22台を出品して売却された。なお、オムニの馬車は倒産後にボルボの100%個会社とされ、社名と業態を変更した上で存続している。車両製作関連事業は英国企業に売却され、マルチライダーの製造はスウェーデンの別の会社が引き継いでいる。また、T1N の当時の輸入元だった。 ダイムラークライスラー日本も三菱不走トラックバスが2005年にダイムラークライスラーの連結市会社になったことに伴いバスを含む商用車の輸入業務から撤退しているメルセデスベンツ T1N をベースとした赤バス車両日のポンチョを使用した赤バス車両一般路線に転用後の日のポンチョマルチライダーの代替時期となった2012年4月1日からは 国産小型ノンステップバスの日のポンチョが20台導入され、赤バスとしては初めての国産車となった。ただし、当時すでに赤バスの廃止計画があり、廃止後の一般路線への転用が計画されていたため、転用時の塗装変更が容易となるよう、車体の塗装は全体を赤とはせず、一般路線車と同じデザインで帯色のみ赤とした。赤バス廃止後は、ポンチョは、 当初の計画通り一般路線に転用することとなり、2013年4月1日からは帯色を緑に変更し、小型ノンステップバスとして、旧赤バス系統や中型車固定運用路線に充当されるようになった。ただし旧赤バス系統のうち 11.、11.11、英語系統は中型車で運用されている。このため、 赤バスの設定がなかった地域でも小型車の運用が一部路線で存在する。一般職に塗装変更されたポンチョは、鳥島と住の江の2営業所に配置されていたが、2014年4月1日のダイヤ改正で路線の整理や、中型、大型車に運用変更されたため、ポンチョも12台が余剰となり、鳥島営業所からの配置がなくなったほか、住の江営業所配置のポンチョも、 台数を8台に減らした。余剰となったポンチョ12台は新車導入後わずか2年で T1N と同じくヤフオク。主催の大阪市の観光庁ネットオークションに出品され売却された。2015年7月7日にヤフオクはヤフー観光庁オークション自動車の高額落札物件ランキングを発表。一位は大阪市交通局の中古乗り合い自動車。 1636から1696系12台で落札価格は1台933万円。全車が同額で落札されたという。赤バス上都車のマルチライダーを使用した、平戸触れ合いバス売却された赤バス車両の一部は、他の路線バス事業者で、コミュニティバスや一般路線バス、自家用バスなどとして活用されている。マルチライダーは、 長崎県平戸市の平戸触れ合いバスで使用されている。また自家用バスとして使用されている車両もある。ベンツ d 1 n は奈良県五条市、近内町に所在する登録有形文化財、藤岡家住宅を運営する NPO 法人、内野の館がヤフオクの観光庁オークションで1台を落札し、2013年10月16日より、 同住宅への無料送迎バス、絆号として使用されている。ポンチョは2台が西東京バス五日市営業所へ移籍し、ドアブザーなどは大阪市営バス仕様のまま使用されている。ありがとうございます。